こんばんは、ゆるとくんもこんばんは。ケーキさんもこんばんはです。ゆっちりんは髪伸びた、髪伸びた。なんかね、結構メンバーにもすごい言われる。配信でも思うけどさ、なんか配信でこの画角に 髪の毛が全然収まってたのが収まらなくなってきて、結構伸びたんかなって感じがしました。りんちゃんもこんばんはです。チョビーさんもこんばんは。お、初めてコメントします。ありがとうございます。嬉しい。今日は引きこもりでした。引きこもりやったけんかさ、なんかさ、すごい目がぼーっとしてます。まだまだ そう。あ、モデル怪しさん、あ、ありがとうございます。サムデイサムウェア版とか出るんだ、ちゃんと。すごい。サムデイサムウェア、サム、あ、すごい、飛行機飛んだ。落ちた、落ちた。ありがとうございます。ありがとうございます。ケンジーラもこんばんは。あ、引きこもってたの？いや、私ね、土曜日っていうことに気づいて、さらに引きこもる気持ちが強まりましたね。世間が休日の日って人が多いかなって気がして、まあ、明日の方が多いか。うん。トモさん、こんばんは。さっきまで愛媛おったん？え？すごい。私も愛媛帰りたいな。チュイさんもこんばんはでーす。ありがとうございます。トランジーとやったね、今。花見もこんばんは。ありがとうございます。花ちゃん、あおたもこんばんはでーす。ありがとうございます。みやちゃん、今日髪切った？いいなー。どんぐらい切ったんやろ。私もね、すきたい。髪を、ちょっと。好きたいですね。ガワワさんもチャッスありがとうございます。タケさんもハートありがとうございます。ゆうなちゃん、電車やから聞こえない、家帰ったら見えない。あ、オッケーオッケー、全然いいよ。おじいじいじいよ、ありがとう。 ありがとうございます。ゆりえる、イングの同じトップス持ってるの嬉しい。お、どれのことやろ。私結構 イングではね、買うこと多いかもしれん。冬とか秋の方が結構買うかな。でも分からんけど。たけさん、ハートありがとう。あ、ミクチョコ、今日はずっとテスト勉強してた。お疲れ様。それはしんどいね。わしやったらちょっと無理や。チャッピーさんも、ここは今日は部活の後輩の新人戦見に行った。すごい楽しそう。何の部活やろ。なんかさ、やっぱ運動部やとさ、先輩後輩関係できるけんいいよね。しょうちゃん、スイッチはね、今頼んでて、で、今日ケースとソフトを注文しました。注文しましたというか、お父さんにこれがいいって頼んで。なんかケースとかにはお金かけたくないなと思って、ケースは適当なやつにしたんですけど、とりあえずマリオカートを買いました。 マリオカート。あきたろう、明日で夏休みが終わってしまう。あ、そうなん？9月1日、そっか。キリはいいね、でも。そうだ、今日8月最後のショールームです。よろしく。そうなんやね。なんか早かったな。でも結構もうなんか自分の中で結構夏終わってますけどね。うん。だから逆にね、全然もう9月が来る準備はできてる感じ。プーチョコさんもこんばんはでーす。ありがとうございます。来てくれて。みそうくん、なんやろこれ。星。星がこれ。 ありがとうございます。変なポーズしちゃった。エビアンタさん、今年の夏はどうでした？今年の夏は、すごいなんかアイドルに熱中できた夏やったんじゃないかなって思ってます。去年よりも最もアイドルらしく過ごせた気がしてます。なんかプライベートも充実させたいって前言ってたんですけど、まあなんか夏はプライベートよりもこうアイドル活動を優先して結構専念できたんじゃないかなって思ってるよ。新星さん、あ、バイトなんや、頑張ってね。ありがとう、来てくれて。この時間からなんか夜から出勤ってしんどない？ね。大変や。つのじいさんもこんばんはです。ありがとうございます。マリオカートみんなでやりたい。多分ね、2人までできるんかな？私のでやったら。
でもお母さんとかは多分できんけん、まあ、お姉ちゃんと、まあ、できたらお父さんとも やるかなって感じ。スータンさんもおっすです、ありがとうございます、来てくれて。池くんこんばんは、今日文化祭でした。この時期か。でもでも今日なんだ、8月末なんだね。いいなぁ、文化祭。文化祭は最後の文化祭は出れなかったんで、結構もう記憶が薄いかもしれん。文化祭って結構さ、なんか学校によってやること違いますよね。うん、翔平さん、そう、コントローラー小さいよね、あれ多分2人で分けるみたいな感じにやったらさ。そうよね。たけるくんもハートありがとう。やっぱ最初に買うソフトってマリカでいいの？なんかさ、マリオカートとマリオパーティーしかやらんってね、なんかあれなんかなって思ったけど、でも自分はそれがやりたい、ひたすら。うん、でした。ピエカズさんもハートありがとうございます。昨日文化祭のカラオケ大会でかなり足震えた。それは緊張するよ。一人で歌うってこと？絶対緊張する。でも私もね、文化祭の時に、まあ私はもちろんやらなかったですけど、なんか歌が得意な子とかが歌をこう歌ったりとかしたりとかしてました。たけるくん、今日の唇のお色超好き、かわいい。本当？今日の唇はね、新しく買った唇です。じゃん、なんかこれがいいって聞いて買ってみました。リリーバイレットで合ってんのかな、わかんない、わかんないや。韓国のリップなんですけど、なんか韓国のリップって赤リップというかティントですね、でなんか赤系とかを買いがちなんですけど、なんかこう韓国のってやっぱ色落ちがしにくいんですよ。で色落ちがしにくくて薄めの色のものも欲しいなと思って、これ結構ピンク、ドピンクっていう感じ。あ、そうケンジャー、そうリリバリーですね。はい、これはね可愛いよ。もうドピンクですね。なんかこういう色あんま持ってなくて似合うんかなっていうのがあったんですけど、大丈夫でしたね。カオスさん、お高いんで調停機、嫌いじゃない。これいくらしたっけな、安くはなかったんやけど、でも結構お得に買いました。なんか何個で何円とか、そのなんだっけな、どうやって買ったっけな。ちょっと今これで鼻ほうじくりそうになっちゃった。危ない。ティントめっちゃ色つかない。そうやね、そうやけん結構私は色によって調節する。結構どぎつい赤とかやったらもう軽く、例えば下だけ塗ってなじませるとか、ピンクだったら逆に何回か重ね塗りしたりとかします。ガタガタさん、いつもの癖じゃない、なんかここに置いたらもうこうなっちゃいますよね。ここやってそう、アイドルは鼻はほじりません、絶対にほじらない、死んでも絶対鼻ほじらない。なんかセールやったんかな、 なんかでもなんか初回の方はお安いですよみたいな感じだったんやったっけ、あの9点で買ったんで。シマピーさんありがとう。リリーバイレッドで合ってるんや、やっぱリリーバイレッドかな、うん、ってとこ。リカちゃんこれ9点ってとこで買ってみました。9点がねいいんかわからんかったんやけど、買ってみたら全然すごい普通に良かったですよ。お得に買えたし。ゆのじさんハートありがとうございます。そう、嬉しい、唇の色褒めてもらえるんは。私本当にメイクをなんか YouTuber さんとか毎日メイクとか載せるじゃないですか。で毎日メイクがないんですよ私も。なんて言ったらいいんかな、毎日違うメイクをするんですよね、気合い入れで。気合い入れで、うん、毎日違うメイクをしてます。リップの色とかなんかあのアイシャドウのパレットとか、あとまあファンデーションとかもたまに結構変えたりしますね。かねりちゃん、カラコンはねまだしたことなくって、なんかもう今年で19なんですけど、どうなんやろ、まだしてなくて普通やと思うけど、もうこの年でしてなかったらもういっそのことこのまま せずにいたいなって思うんですけど。そうでもなんか毎日こうその日にあったその日の気分に合ったメイクをしたらこう気分が上がるんで、結構なんかそういう
感じでやってます。つなさん、わし何買ったらいいかな。まあわしはね、私ついこの間2本目に突入しました。こちらのドライアイの、あ、違う、聞いてほしい話がある。私本当に目にゴミが入るんですよ。すぐに目にゴミが入るんで、でなんかすごい悩んどって最近。でお父さんがアイボン持っとんよ。アイボン、あの、ってやつね。あれを持っとんやけど、でなんかこの前ね、ちょっと借りてみたんですよ。私目にゴミが入るんやけど、あれってどがいなんて聞いたら、 あれ目すっきりするよって言って、痛くないって言ったら、全然痛くない、しみんよって言うけん、そう。でお父さん使ってみたね。そしたら確かにすっきりしたって感じがして、でええけどね、大きいね、すごい大きいけんさ、なんかなんちゅうの、持ち運びには用ないやん。で私っても結構移動に、ですけど、人間で目にゴミ入る系女子なんです。でも全然怖くない。もう普通に目開けてパチパチパチってできるし、移動用のやちっちゃいのがあるんよ。ちっちゃいのが、でもあれはもうますますれた。明日は買わないか。そう、もうやだ。私結構忘れるよね。あとなんか昔ってほど昔じゃないんですけど、財布を忘れましたね、よく、しょっちゅう。なんか最近はもう一人でさ、その東京に行くことが多くなってさ、もうそこで財布忘れたら終わりやけんさ、なんか忘れんけどさ、昔は財布忘れまくってましたね。そしてトイザラスで寝っ転がる系女子、そうです、トイザラスで寝っ転がってた系女子です。今は寝っ転がらない。そう、昔あるところに財布を必ず忘れるおばあさんがいましたね。私なんですけど、エミフルとかね、こう家族で行った時に駐車場、エミフルの駐車場ついてから、財布忘れたって毎回やるうちに、お姉ちゃんにお前絶対わざとやろって言われ出したんですけど、なんか自分でもわざとなんかなって思い始めてきてましたね、最後らへんには。ティナちゃん、あ、ティントね、3番です。03番。あ、ピントがとか言われないのか、ショールームって。ピントがない。でも3番ですね。3番の、ね、一番ピンクのやつです。女の子がね、なんか品番、番号聞いてくれるのめっちゃ嬉しい。お揃いにしたいんで、同じ顔をつけて生きていきたい。いや、わざとじゃないんやけど、でも自分でもなんか一人で東京に行くようになって財布忘れんなってから、ちょっとなんか、あ、本当に危機感を持ってたら忘れんってことは、なんか万が一忘れてもお母さんとかが買ってくれるけんっていう気持ちを心の奥底で持ってしまってたんやろなって思ってしまった。そう、山ちゃん同じ顔つけたい。私ももう同じ気持ちですよ。今日のメイク死ぬほどタイプ。え、本当に？あのね、今日はね、その最近買ったコスメでメイクしてるんですけど、ピンクメイクです。ちょ。あの、あれです、あれ。前言ったこれ。ピンクです。なんか、そうなんですよ。韓国ってアイシャドウもディップも発色がいいものが多くって、だから、なんか、濃いものを買いがちなんですけど、ピンク色とかも全然可愛いのあるんですよね。だからそう、ピンク系を買いました。アイシャドウはね、これもすごいいい、持ち運びにはいいんですけど、まあ普通に総合的に言うと、私日本製のものだと、あのリンメルのショコラなんちゃらアイズみたいなのが好きで、韓国のだとやっぱエチュードハウスのプレイカラーアイズがやりやすいかな。ザキさん、韓国のコスメって安いん？韓国のコスメも日本と一緒で、結構そのブランドによりますね。エチュードハウスは、どうね、比較的安い方だと思います。さくらちゃん、あゆみちゃんに一言。いつもあゆみです。おざあゆみです。いや、意味わからん。これは違うね。あの、私はあゆみの
邪険にされてが好きですよ。あの精神トレインのね。あ、48日目配信ありがとうございます。イエイ。あ、そう、 3CE はお高いですね。だから 3CE とかではこうあんまり他のとこで売ってないようなこういうギランギランのやつとかこう買って損のないことも、ことも、ものを買います。はい、かなりちゃん、クレヨンしんちゃんの声真似してほしい。うらしんぬすけです。はいそうです。今日はあ、そう、今日、じゃあ今日の一日の話すぐ終わるんで話しますね。まず9時半ぐらいに起きました。9時半ぐらいに起きて、で、いや、まだ寝れるわって思った時に、じゃあまだ寝れるってことは、あの、今日はもう、あの、ホテルの清掃無理やなと思って、その入ってもらうことできんなと思って、私がずっとここにおるから。だから、こう、ちゃんと寝れるように9時半に起きて、まずノークリーニングカードをこうかドアの外にペタリしまして、でもう一回布団に入ります。で寝て、でまた次1時半に起床しまして、でそれから30分ダラダラして、でまあ2時か2時半ぐらいからちょっとメイクし始めて、ベースだけして朝昼ご飯を買いに行って、でまあ3時ぐらいに朝昼ご飯食べて、でその後もダラッ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 ダラして、で何時ぐらいかな、6時45分ぐらいに夜ご飯を買いに行こうって思って、外見たら真っ暗になっとって衝撃を受けて、でも外に出てご飯買って食べて、ショールームの準備してなう。なんだってあ、そうそう、それで朝昼ご飯15時、なんかお腹空いてたんよ。もう15時ぐらいになったらさ、もうお腹ぴったんこになってたんやけど、なんかもうめんどくさかったんで全然食べてなかった。ちょっと後ででいいやっていう。でね、あのご飯を翔平さん、そう、とても中身が薄い、まあアイドルの休日こんなもんですねとか言ったらね、他のアイドルさんに失礼やね。あのね、あのファミマに行ったんですけど、今日ファミマに行ったら、なんかあのファミマプリントをしてる方がいて、ラストアイドル今日最終日やけど、ラストアイドルやってくれんやろかとか思いつつ、結局どうやったんかよくわからんかった。なんかね、他にもあるやん、でもファミマプリントってね。ヒロ君、音符ありがとうございます。あと入浴剤も買いに行って、ファミマプリント、あれ、私なんて言ったっけ、今なんて言ったんかな、わからんわ。ファミマって言ったっけ、ファミマ、まあまあどっちにしろね、どっちでもいいよね。横平さん、後ろにご飯にいたらビビるね、ビビって欲しかったけどね、全然なんかそのなんて言うんやろ、私がこうご飯を見てたんで全然近くなかったんやけど、入った時にファミマプリントしてる人がいて、初めて行った時にめっちゃ楽しかったですね、うん。でディズニーシーはなんだっけ、修学旅行で行ったんですけど、すごかった。うわ、これが夢の国かよってな。のいちさん、メンバーとなら誰と行きたいの。誰でも楽しそうだけどね。じゃあ、わかなを召喚します。ケンさん、ハートありがとうございます。あ、てか、サムサムで行ってみたい。サムサムで、こう、なんか、なんていうの？遊園地とか行く企画？まあ、プライベートで行けて全然いいんですけど、なんかそういうのを、ね、してみたいなっていうのがある。なんか私本当になんかアイドルさんのなんかリアリティ番組とか密着番組みたいなのが好きだし、憧れがあって、すごいいつかやってみたいなって思ってます。なんかなんていうんかな、ロケっていうんかな、あの初めてラブコッチみたいなやつ、ラブコッチがやってたやつみたいな、そういうのが、多分レイヤとヒメリが多分詳しいよね。
だからあのそうおちびちゃんおちびちゃんとか言ったら怒られるな、あのお若い2人に頼って、しかもさ6人ってちょうどいいかなって気がする。なんか 2-2 で座るじゃないですか基本的に。6人とか4人がなんか多分なんか乗り物とかちょうど良さそうな感じしますよね。やってありますね。なんかサムサムってまあ逆にまあ人数が多すぎてっていう、全然多くないんですけど6人おるけんさ、なんか全員揃ってどっかに行くってまあ正直なかなかないんですけど、何やったっけな、なんか去年の夏にみんなでプリクラを撮りに行ったりとか、みんなでファミレスに行ったりしたんですよ確か。でなんかそれが多分初めて、そのプリクラを6人で撮ったのもその時が初めてで、なんかその時にあみんな女の子なんだなって感じがした。すごいなんか等身大のさ、まあ学生の女の子なんだなって感じがしましたね。わかんない、なんかこう今時の JK ほどはキラキラしてないかもしんないけど、なんか普段はさ一緒にアイドルとしてしか暮らしてないからさっていうのがありますよね。あそう、北海道も楽しみですね。嬉しい。ちょっと服をね考えないかんわ。この時期はどんぐらいの服あの服がねいいのかっていうね。今回どんぐらい時間あるか分からんけど、前回はその北海道結構ゆっくりできましたね。あのご飯食べたりとかしてできたので、まあ、北海道は美味しいもんがいっぱいあるんで、まあとにかくもうそれが楽しみ。はい。それが楽しみですね。ザキさん、美味しいものしっかり食べれるんだぞ。もちろんですよ。もちろん。やっぱそこでしか食べられないものはそこにいるうちに。サムサムでテンション高めなの誰？誰だろう？なんかほんとみんな日による。めっちゃ日によるのよ。みんな日によるのよ、結構。なんか、私とかでも静かな日はめっちゃ静かやし、うるさい時は永遠喋ってるし、テアンとかもなんかテンションおかしい時はずっと喋ってるし、なんかマジマジもこう定期的に変な日があるんで、なんかその時は全然よく喋るし、みんな波があるのかなって感じがする。わかんないけど。なんかこうそういう意味ではみんな自分の世界観みたいなのは持ってんじゃない？わかんないけど。まあ、すごいちょうどいいと思う。ちょうどいいというか、もう1年以上一緒にいると分かってきますよね、一人一人のこう修正っていうかね、そういうのが。変な非定期がこうあるんで、そういうのはありますよね。なんかみんなの話聞こうとか言ってたのに、意外と自分の話って、そう、また自分の話になるんですけど、昨日は帰ってきたんがまあ遅かったんで、その後お風呂入ってっていうのですごいゆっくりになって、2時か3時ぐらいまで起きてたんですけど、で、あの 3DS 持ってきてるんですよね今回。でマリオカートをやってたんですよ一人で、夜な夜な部屋真っ暗というか、まあ暗めにして、あんまり真っ暗やとねちょっとあの目に良くないからしてたんですけど、なんか急に寂しくなってきて、なんでなんやろね。なんかたまにあるんですよ夜中って。夜中に一人でなんか満喫しとったら逆に悲しくなってくるんですよ。あ、なんか何一人やろ、東京で一人でこんなみたいな。なってきて、なんか自分のもう心がもうすごいことになりそうだったんで、急いで音楽あいみょんさんをかけて、とりあえず音楽を聴きながら、もう必死こいて歌いながらマリオカートやって、やばいよね。ってやってました。すみません、早く寝ろって話で、昨日はピーチ使いましたね。あ、イエーイってやつ使ってましたよ。想像しないでよ、悲しいから。でも本当にここのベッド寝っ転がって音楽聴きながら歌いながら、もう無言よね、口悪くなるって言ってたじゃないですか。もうそんなもない、もう無言でやってました。源次郎さん、ドン引きせんとってや、そんなもんよ人間。人間は一緒にしたらいかんけどさ。そう、でも私たまにあるんですよ、なんかみんなもないかな分からんけど、夜中ってなんか夜中ってね、
なんかあれですね、うん、髪伸びたな私本当すごい、これはすごい、うん、隣の人さすがになんかそういう時って誰かに話したくなったりとか、こう電話したくなったりとかするじゃないですか。だからなんか確かに寝れなくなって、なんかうわ やだってなった時にすごい、あのなんかインスタのさ、こう質問コーナーじゃなくて、まあみんなの声聞ける、ん、募集できるやつあるやん、あれとかをこの時間にもできたらいいのになって思いましたよ思いましたよね。ひろのんさんもこんばんは、かいりさんもこんばんは、みさきちゃんもこんばんは、アリサさんもこんばんは、のりさんもこんばんは、すごい一気に来たよ、こんばんは。あれかな、あいみの配信が配信帰りですか、でも終わっちゃうんだもんねこっちもとか言って、インスタライブもね夜中は多分できないんですよね。まあルールというか、まあ普通にちょっとできないんですよ。そう、流れてきやがったら待ってたよみんな。あっこさんもこんばんはありがとうございます、来てくれて。いや個人アカでもダメなんじゃないかな、分からんけど、うん、そう、分かりやすく流れきてきたね。うん、アイミレスの後、あとほらもうアイマーさんがもうすごい来てくれたよすいません、ありがとうございます。あのね、あいみと私の声の高低差で耳気になるかもしれんけど、じゃああとちょっとだけ配信しようかね、あと10分ぐらい配信しようと思います。じゃあ、いや分かんない、なんとなくなんかダメかなと思って、私はなんか基本的に12時以降はまあなんか配信とかあのツイートとかまあしないようにしてるんですけど、うん、多分ダメだよね。だからとりあえず、もうとりあえず夜寂しくなったらまあなんとかするようにします耳キーになるわが好きです。モーリーさんおかえりみんなさちょっとすごい流れてくるやん、もうありがとう、ありがとうございます。みくちゃんね、髪伸びたよね、なんか人から言われたらあそうなんよぐらい流してたんですけど、確かにすごい伸びてる、こんなの私じゃないって思っちゃうよね、うん思っちゃうね、うん、みんなさ夜中寝れんとき何する？夜中寝れんとき普通に目つむりますか？私結構さ、その最近真っ暗が怖くなくなって、こうホテルで結構真っ暗して寝るようにはなったんですけど、もう何も見えんほど真っ暗なんは嫌やけどね、うん、ですけど、そう、みくちょこちゃん YouTube、 やっぱ YouTube とかね見るよね、じゃないと寝れない私も、うん、スマホ見てるよね夜中、ど、ほんと夜な堂ですよね。やっぱ夜な堂タイプの人が多いかな。ケンタ君、写真を整理する。なるほどね。写真整理。あ、でもね、あれないよね。私思うんやけど、写真の整理もさ、言ったらさ、せないかんことじゃないですか。こう、YouTube 見るとかよりは。まあ、義務的なこと？ちょっとね。こう、せないかんことやん。で、あと、宿題とかも義務的なことじゃないですか。で、私ってすごいすっとぼけた人間なんで、いくら目覚めてても宿題し始めたら眠くなったりとか、写真の整理し始めたら眠くなったりとかするんですよ。ないこれ。そう。これあるんですよね。私、昔からそう。だからダメ。もう学生、その高校生やった時も、もうすごい困ってました、それで。うん。YouTube はずっと見れるくせ、なんや宿題始めた途端すぐ眠くなるやんみたいな、そうすっと、本当にすっとぼけた人間で、もうダメダメダメ、そうなんですよ。なんなんだろうね。だから怖いのよ、もう写真の整理とかしよるときにさ、こうなんかうとうとし始めて写真全部さ削除してしまったりとかしたら怖いやん、そんなん。うん。そうなんよね。なんかね、寝るには義務的なことをやったら眠くなるからいいかもしれんないけど、ヘマすることもできんけんさ、怖いよね、うん、私本当にね、宿題し始めたら眠くなっちゃうんで、なんか同じ文章を何回も書いてたこととかありますね、めっちゃある、うん、なんかさ、あの小学校の頃あったじゃないですか、文字の稽古みたいなやつ、なんか短文で漢字を覚えるみたいなやつで、その短文をこう何回も同じやつ一個でいいのに何回も同じの書いてたりとか、え、もうすごい、もうそういうのがすごいのよ私は、うん、
ミリリン、夜とか英語させたりしないの？私ね、あんまりね、時間、なんか、人によってはさ、こう、この時間に英語さ、大体しますとかあるかもしれんけど、私結構なんか不定期に、パッて思い浮かんだ時にやるんですけど、今日も多分した、無意識すぎて、1日に何回やったか覚えてないんですけど、多分1、2回、もっとやってんのかな？わかんない。でもね、ショールームやってるから、エゴサしてるって感じではあるかもしれない。ショールーム終わった後はエゴサ絶対しますね。みんなが載せてくれてた、あの、画像とか、感想とかを見て、勉強します、うん。あ、今日のメイクこんな風に映ってたんや。あ、このメイクいいかもな、とか。あ、この、今日の前髪良かったんやん、とか。あ、なるほどね。この話が受けてたんや。あ、こういう話がおもろいんやな。これしたら笑い取れるんや。みたいな。感じのことはね、やっぱやりますよ。チョロちゃん、エゴサ引っかかるように頑張ってつぶやいて、あの、基本清原リオかリーヨンで、あの、調べるんで。むつぎさんもこんばんはです。ありがとうございます。来てくれて。基本的にあの、ツイッターでしかエゴサは、まあ基本的にはしないかな。ツイッターでのエゴサをします。うん、です。なので、あの、見てますよ。やっぱね、あの、配信あるたびに、こう、感想を書いてくれる人は、やっぱいいですよね。うん。やっぱね、感想を書いてくれる人って嬉しいなって思いますよ。すごいアピール。そう、やりますね。かねりちゃん、DM はね、あの、インスタの DM は、あの、たまにちゃんと見るようにはしてますよ。うん。なんか、こうずっと溜まってたあの久しぶりに見た時にすごい熱いメッセージを書いてくれてる子とかがいたりすると、うわごめん今見たわってなったりとかしますね。うん。神ころさん見た目と喋りのギャップがあるよね。あなんか私ねそれすごいほんと前めっちゃ言われてたんですけど、なんかすごい言われよったけんさ、逆にそのなんか見た目がどういう風に映ってて同意がえなんかもわからんなってきました、あのなんか。なんか見た目の第一印象って私ってなんなんやろなって感じしますよね、うん、DM 返せないんですよ。でも見てますよ、あの DM、 インスタの DM 返せないんですよ。でもごめんね、うん、そうだからあのインスタのこう質問コーナーとかが唯一できるやつかなって感じ、うん、え賢そう、賢そうじゃない、賢い、うん、エゴサ実況配信、え怖いよ、えでもまあいけるかな。やりたいけど今さあの普段使いよるスマホで配信しよるけんそれがちょっと今は無理だよね。はなちゃんツイッターのリプ、ツイッターのリプもちろん見てます見てます。なんかちょっと思い切ったツイート、ちょっとなんか私の割にはこうアイドルアイドルしたツイートみたいなのを頑張って してみちゃった時とかはすごいもう10秒おきぐらいにスクロールしてみちゃったりとかしますね。なんかどうかなどうかなみたいな感じであのやったりとかします。うん、あと2分や、あと2分、あと2分でーす、40分まででーす。明日何しよっかな。でもなんか節約モードに今突入してるんであんまり買い物はしたくないんですよね。トールンデートナウは良かった。あ、本当？ちょっと最近デートしてなくて、デート写真が友達と出かけた時とかに、なんか写真撮ってもらうのって申し訳ないし恥ずかしくってあんまやらないんですよ。だからあんま写真がないんですけど、なんか家族やったら逆にそのツイッターを豊かに彩ってほしくって、家族自身がね、写真撮ってあげるよ、写真撮ってあげるよって、ここで撮ろうやって言ってくれるんやけど、なんか友達からしたらさ、そんなん知らんわって話やんか。こう、意見取ってみたいな言うのがなんかちょっとね、なんかちょっと恥ずかしいですね。うん。恥ずかしいし、なんか何やってんやろみたいな感じ。リオ、周りめっちゃ気使うタイプ？そうやね。結構、なんか、能天気そうに見えて全然そうでもないというか。なんか私結構さ、なんか配信だけ見てるとね、なんかすごいただの、あの、よう喋る人みたいになって、に思うと思うし、まあそれで全然嬉しいんですけど、多分なんだろうな、一番なんか自分のことをよくなんか知ってもらえるんじゃないかなって思うのは、やっぱテレ朝ポストさんのインタビュー
記事かなって思いますね。なんかあれは本当に自分でもなんかあの記事が載るのが緊張したぐらい、なんか等身大の清原理央が書いてあるというか、なんかすごい自分のこと打ち明けてるんで、なんかあれが本来の自分というか、そう。確かにリオンはガラスのハート、ちょっとかっこいいね。なんかリオンはガラスのハートですね、多分うん。まあメンタルはね、昔より全然強くなりましたけど、でもなんかそう、こうテレ朝ポストさんで話した話は結構なんかリアルにほど近いというか、もうほぼリアルっていう感じですね、うん。私なんかこの前こう流れてきてたんで、久しぶりに読んで、これすごい私打ち明けたんだなって感じがしましたね、うん。なんかあくまでアイドルってさ、キラキラしてなきゃいけないっていうのがあってさ、なんとなくそれとなくそうしてたけど、こうあそこで初めて打ち明けたことも結構多いですよ、うん。りゅんりゅんさん、毎日配信すごいですね。あー全然です、ありがとうございます、来てくれて。なんかすごいねとかね、ありがとうって言ってくれるのが嬉しい。まあなんかね、なんて言うんやろ、まあやりたくてやってるもんなんですけどね、うん。そうなんですそうなんです。あ、ジュニアさん間に合ったのにごめんね、もう終わるんやけど、ごめんね。明日の配信もね、まあ夜かな、多分夜の配信になると思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ明日も配信するので。つなさん、勇気づけられた人たくさんおると思う。そうだから、なんかそう、自分のなんかこうね、生まれ育ったことの話をした時に、それで救えたらもうそれでこっちも救われるというか、だからなんかね、こう内に秘めるよりは表に立つ人になったんやったら、こう発信してみて誰かの力になれるかもしれんから、そうやって誰かのためになった方が自分自身も救われるかなって思って話しましたね、あの時。そうってことでちょっとなんか恥ずかしくなっちゃったはい、じゃあ今日はここまでで終わりたいと思います。じゃあまた、モバメがねまだ送ってないんで、モバメ送ります。はい、じゃあありがとうございました。バイバイってことでね、はい、皆さんも今日一日お疲れ様でした。お疲れイオン、お疲れイオン、ありがとう、お疲れイオンです。じゃあ終わります、バイバーイ。